です。お願いします。そしてリントです。はい、お願いします。はい、本日はね、あのショーヘイズのメンバーのリント君にグローブ紹介の方をさせていただこうかと思いまして、お呼びさせていただきました。過去にね、ショーヘイズのイベントの時にグローブの紹介をさせてもらったんですけれども、今回それと同じシリーズでまだ他に持ってきてるのがあったので、それを紹介してもらおうかなと思います。じゃあまず過去に紹介したのからさらっとおさらい程度でいいので、はい、この2つですね。これすごいですよね。すごい M マークの前ですよ。でこっちが M マークで、これ特徴はそれぞれ、ファーストミットの方なんですけど、リサイクルショップで見つけてでかいなと思ってファーストやるってことで買ってもらって、すごい大きめで、すぐ柔らかくなります。ポケットで取ろうとするとすごいウェブに入ってくるんで、ちょっと紐が弱ってるかなみたいな。ああ、じゃあそこは付け替えで、そうです、ね、まあどうにかなりますもんね。付け替えで毎回やってます。おお、これ実際どのくらい前のグローブなんですか？これは多分10年か20年ぐらい、すごい前のグローブです。また僕が生まれてちょっとぐらいの古さのグローブ。一応ワールドウィンですよね、多分。ワールドウィンですね、ここに書いてあるんで。はいはいはい、なるほど、ありがとうございます。こちらが、はい、はい、特徴としては、特徴としてはオールラウンド用なんですけど、ピッチャー用にしたいな。縦閉じだもんね、だってこうウェブが気に入ってて、ピッチャーどうしてもピッチャー1年生の時ピッチャーやるってなって、それでちょっとピッチャーの方にして使ってたので、できるだけ昭和の方というか、なるほどそういうようなピッチャー用に、ね、改造しています。なるほど、はいはい、確かに、まあオールドスタイルのラベルだし、で、まあ、じゃあ型もオールドスタイルにしたいと、うん、そうですよね。昔の方ってだいぶ縦閉じのピッチャーの方多かったですもん ね、 ですね。これはちなみに復刻版なんですよね。復刻版ですね。何年ぐらい前に出た復刻版なんでしょう？4年か5年ほど前に復刻版として発売されていたものを、まあ、購入したと。なるほどです、ありがとうございます。新しく紹介してもらうのがこちらの同じものですよね、さっきの、はい、オールラウンドというか投手用というかの外野手用。こちらを特徴としてはどんな感じですか？基本的にすごく長いですね。あ、長いね。すごく長くて、どこでもちょっと腰高くても取れるぞっていう、そういう感じのグローブ。じゃあ、あれか、球際も入ってくれる、入ってくれるイメージです。ダメだ、中の引き体が難しすぎて読めない俺にはで、それは、あ、小指で使うわけじゃなくて普通に5本で入れて、5本で小指も一応できるようにはなってて、ちょっと最近小指にハマってるんで、これを小指にしちゃおうかなっていう、ちょっと肩チェンジで、肩チェンジで、で、あれですよね、ダブルトンボで、ダブルトンボでウェブは、このウェブもいいんですよ。うん、かっこいい昔じゃ、でも今でもね、栗山選手とかはそうなんですよ、このウェブですもんね、やっぱり。うん、かっこいいですね、めっちゃ。ちょっとはめてもいいですか？あ、どうぞ。あ、じゃあ失礼します。ちょっと重め、ちょっと重めですね。まあ外野手用だからってのもあると思うんですけど、失礼します。あ、外野手用、うん、長い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 。で、そうなんですよね、ここダブルになってないんですよね。今のグローブってかなりここがダブルが多いじゃないですか、とても。でもここは普通の横閉じなので、柔らかく使えそうだなっていう、土手までしっかりと全部が閉じるようなグローブで、奥でしっかりと掴めそうっていうようなグローブの型をしてますね。本当に長いね、だって顔隠れるの顔隠れるし、で、まあ開きますね、よく。そして開く方じゃないですかね、結構。確かに球際に強そうだなっていうようなグローブですね。ありがとうございます。で、はい、で、最後の紹介になりますが、こちらも同シリーズですね。同シリーズの内野手です。おー。で、これは誰選手ってモデルがあって、篠塚。あ、巨人のセカンドの、よくズムサタに出ている。はい。なるほど、なるほど。このワンピースウェブが、そういうふうに。そうですよね、だって篠塚選手とかが使ってたのがワンピースウェブの篠塚コーチか、コーチ篠塚さんとかが使ってたのが流行りで、セカンドがワンピース一時期流行ってましたもんね。結果僕ら世代でいうと荒木選手とか西選手とかは確かワンピースウェブだったような気がするので、まあセカンドといえばこのウェブっていうのを多分ね、あと吉田さんから始まった、まああの時代まで行くとちょっとさすがに遡りすぎだけどまあ守備の人ではあり打撃の人でもある方ですからね。なんか特徴とかっていうのは、今日は本当にさっきのグローブとはちょっと小さめで、小回りの効きやすい、まあやはりこのウェブ通りセカンド用って感じなんですけど、はい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 、はい、すごい入りがいいですね。スッと来てくれるんで。ああ、はい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 、ちょっとはめてもいいですか？はいです。失礼します、ありがとうございます。あ、めっちゃ開くね、確かに。あっさい。こうするとわかるかな。開くとめちゃくちゃ浅く感じる。けど、なんだろうな、縦気味に使ってますよね。そうですね。だから、そう、深くもできるし、ただ広くしたら、広くして当てもできるような感じのグローブの構造をしているなっていう感じがします。まあだって、ここがそもそもね、短いんですよね。
そうですね。だから浅くも結構使える、押し出しやすいのかもしれないです。ここ人差し指で押し出して浅く使えるようなグローブにもなってるなっていうのがありますね。ポケット広いし、いやこれすげえな、本当にコンパクトで、てかもうなんだろう、ちょっと前に西選手モデル一回はめる機会あったんですけど、にやっぱり近いなって。近いですか。さすが巨人のね、歴代セカンドのグローブだなっていうのと、僕ちょっと気になったのが親指と小指の芯が若干昔のグローブってこういう風に分厚めかなって。分厚い。やっぱりそのしっかりと取った後にボールを離さないように端の芯がしっかりとしてるのかなっていう印象は抱きましたよ、これで。へえ、面白いな、やっぱ昔のグローブ触ると。あ、で、そうですね、順巻きになってるんですね。浅く使えそうなグローブなのに順巻きになってる、だから深くも使えるっていう感じなのかなっていう感じがしますね、はい、やっぱこういうね、昔のグローブってすごいおしゃれじゃないですかっていうグローブをね、僕よりすごいはるかに若い子が使ってるっていうのがすごいいいなっていう、逆に歴史を感じてくれる、グローブで歴史を感じてくれる子がいるっていうのは僕としてはすごい嬉しいなって思います。はい、じゃあ今4つ、紹介してもらったんですけれども、その中で、はい、多分こうつけがたいと思うんですけど、はい、どれが一番お気に入りですか。こちらですね、やっぱ社用の。これ高校入る前にその高校入学したらこれを買ってっていう風にお話ししてお母さんに。なるほど。それで買っていただいたのと、やっぱこのウェブですね、バスケットウェブ、バスケットウェブすごいかっこよくて、うん、渋いね、すごいいい、立ちなってない子が渋いのにかっこいいっていう、渋いのをかっこいいか、渋いのをかっこいいっていうのが僕からすると、いやー今の子たちもこんなにすぐに大人になっちゃうのかって誰目線でって話ですけどこういったまあ貴重、すごい貴重なグローブなので、はい、4つとも全部丁寧に綺麗に使っていってあげてればなと思います。はい、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、本日は翔平ズメンバーの、リント君の、グローブ紹介の方させていただきました。で、こういうグローブね、たまに中古ショップとかでも売ってるんで、使い込まれてても革製品だったらね、いくらでもまだ使えるので、見つけて気になる方はぜひそういうところでも購入してみてはいかがでしょうか。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではしょうへい TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。